はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。バイオショックインフィニットダウンロードコンテンツ編やっていきたいと思います。はい。はい。あれがアンドリュー・ライアンだ。ライアンは男の中の男だ。新聞社の女か。また俺をつけてやがったな。覚えてるよ。また逃げるつもりか。オッケー。オッケー。二発ほど無駄にしちゃったけど。あれだね、やっぱ水たまり入るとバレちゃうね。で、続いて、ショットガン。戻ってきてくれ。話がしたいだけだ。おじけづいたのか。恥ずべきことだ。休憩は終わりだ。事務所に戻れ。なんで俺がダメージ食らう？なんで俺がダメージ食らう？ねえ、ねえねえ。なんで今俺がダメージ食らった今。これで、これでしょ。気をつけろ。何者かがうろついてるぞ。君、なんてことを。来たまえ。話を聞こう。こんなになるまで吸い尽くすなんて。私はそう簡単に。ならないわ。弾がない。いろいろ弾がない。僕はバカじゃないぞ。
君のために尽くしてきたのに。お、これこれやれ。オッケー、やり合え。オッケー。おーおお、いやちょっとそれはやりすぎかな。ちょっとやばいもん見てしまったね。で、どこ行けばいいんだっけ。こっちか。これ？はい。オールドマンウィンターでスーちゃんの装置を冷却するのよ。ほう。ああ、ここ？あ？アトラスの依頼でオールドマンウィンターを取りに来たわ。あんた心じゃ死顔だろう。どうしてそう思うの？動物園の爬虫類館みてえな匂いがしねえからさ。お、あいだ。ありがとう。さっさとしな。こっちは親切でやってんじゃねえ。余計なもんまで取るなよ。え、余計なもん取っちゃダメ？マジで？もらえるもんはもらっときたいんだけど。どうも。めちゃくちゃ取ったけど。チームへの回覧。引用ここから。潜水球1958年モデルのオーバーヒート。引用終わり。が原因と噂される火傷に関する苦情については、引き続き全て否定すること。これを踏まえた上で、マーケティングチームでは新たなキャンペーンの一環として、オールドマンウィンターを無料配布することを決定しました。なお、58年モデルについては、リコールはありません。まずいぞ、アトラス。ライアンが何かに感づいてデパートに部下を送った。マンタレイラウンジの倉庫に隠れて襲撃に備えた方がいい。なるほどね。マンタレイラウンジを調べてみた方が良さそうね。ほう。マンタレイラウンジってどこ？サブクエスト、マンタレイラウンジの仕掛けを探せ。ライアンにこっちの状況はどんどん悪化してると伝えてくれ。例のバラマキ野郎が常備軍を組織してやがる。俺の意見に聞く耳を持つ気があるなら、あんたの自宅が襲われる前にこっちに襲撃部隊を送り込んで掃除するのが得策だ。まあ素性もわからないスパイの言うことを信用してもらえるとは思っちゃいないがな。はい。フリーズ your enemies。Shatter them into a thousand pieces。 おお、今こそ進化を。長押しでトラップになる。あこれで全部。準備はできそうか。サムのアルドン、量子はジェネレーターの修理子供の頃からやってるわ。どっちが敵？聞かれたんだ。俺たちの機関の現場にはどこがふさわしいかってな。けどさ、脱獄する日取りも考えなきゃならねえ。11月5日は金持ちがフォートフロリックに集まってラプチャー創設を祝う。バレンタインの日はアルカディアが大にぎわいだ。12月31日が近かったら、そうだ、カシミールレストランで新年を祝ってる金持ち連中を襲撃すればいいじゃないか。はいよ。オッケー。あ、
どうしようかな、ちょっと買おうかな。ここで買えるかな。買います。さあ、これは悪くない。おっと、夏場はいつも景気が悪いんだ。暑さが財布に影響するんじゃないか。よっ、オッケー。これをやろう。マンタレイ。お前は何も分かってない。もういい。僕たちはおしまいだ。マンタレイラウンジ開いた。ベッドルームちゃいます。ここか。お、来たな。ここで何するって。罠がどうこう書いてあったな。罠なんだっけ。仕掛けを探せ。仕掛け、敵復活してるかな。復活はしてなさそうだな。これか。ワインボトル、ポンテン宛ての暗号文と同じ。どうすんだっけ。おお。オッケー、開いた。誰かいる。誰かいる？お、誰もいない。オッケー。フォンテインとアトラス、とんだ食わせ者ね。変装してる。お前はとっておきの切り札があると言ったが、一体どこにある。フランク・フォンテインを欺けると思うなよ。最先端の兵器を手に入れるために俺は高い金を出した。お前が別の取引相手を見つけたからといってこの戦争で負けるつもりはない。言っておくが、俺は尊厳を持って敗北を受け入れるような玉じゃないからな。はい。よっ。オッケー。よっ。仕掛けを見つけるっていうのはもうこれで以上かな？ここは？ここは開かないのか。とりあえず以上かな。じゃあ戻りましょう。オッケー。じゃあ修理はどうやってするの？どこで修理するの？あ、これか。これを始めて。警戒の波長は万全じゃないけど、なんとかなりそう。で、続いて。これか。これで二酸化炭素中毒で死ぬ心配はなくなったわね。オッケー。で、どうしたらいいの？続いて、続いて、オーバーヒートしよう。オールドマウンティンを使う。熱気を冷やさないとオーバーヒートするわ。これ？一番上。これでオーバーヒートの心配はなくなったわね。全部修理できたわ。できたよ。準備完了よ。よし、起動してみよう。どこ？これ？スイッチ。
オン。あれ、スイッチオン。ちゃんと修理できそうだわ。言った通りだ。おお、ティアに入れ。オッケー、はいよ。あれ、ティアに入ります。さあ、コロンビア、あの瞬間のコロンビアに戻ってくるとは思わなかったわ。お、これを切るの？見て、これ違うの？これ違うの？切るんじゃないの？プッシュ。簡単すぎる。ファーストレディ2号機は他の建物と同じで粒子の力で空を飛んでるのよ。ほう。コロンビアサイエンスに乗ってたわ。粒子は骨組みのてっぺんに取り付けられているわ。リフトで上がりましょう。はい。で？あれね。この服は着ないの？これを着ないの？飛行船を飛ばすのにそこまでの技術を。水素でいいんじゃないのか。ファーストレディの初号機は水素を使ってたわ。ボックスの銃弾一つで撃墜されたの。誰も乗ってない。残念ながら預言者は乗船していなかったけど。え、これ着ないの？エリザベス、これ着ないの？もったいない。で、レバーを引く。上参ります。もったいないなあ、あれ着ればいいのに。似合ってたのにね。電池や。今動いている粒子を取ったらファーストレディ号は真っ逆さまよ。予備を持っていきましょう。さあ、チェアを通って向こうに戻りましょう。本当にアトラスが約束を守ると思ってるのか。いいえ、でもその時はその時よ。ティアに戻れ。アトラスのことはどうする。ただのスプライサーとはわけが違うぞ。彼は必ず間違いを犯す。その隙をつくことさえできればいいのよ。知らない女の子のために。あなただってコロンビアに来た時私を知らなかった。あれ、ここ開けるの？あっちに行くのはまずいわ。ラプチャーに戻らなきゃ。そうか、これ切れないのか。残念、帰ります。まだだ、お嬢ちゃん。え？なぜ？チアを開けて。奉仕はただであるのか。まあ、いわば豊富だ。何をすればいい？簡単なことだ。毛髪のサンプルが欲しい。誰の？冗談でしょ。君の髪ではない。お、違う。リンクが封鎖した極秘のラボにあるものだ。そこにあるガラス瓶に入った毛髪サンプルを持ってこい。物は見ればわかる。それで全て水に流そう。ラボはどこに？リンクの部屋の先だ。お嬢ちゃんなら見つけられるだ。え？そう言われるような気がしたわ。わあ。ボックスだ。おそらく今は襲撃の真っ只中だ。あ、ごめんなさい、話の途中ですね。あ、あれなんだね。ちゃんとこう世界によってこの説明の仕方が違う。これ本来のバイオショックのあれだよね。この世界の私たちは工場の中、ファーストレディー号を目指して登っている最中だ。もしばったり出会ったらどうなる？合わない。どうしてわかる？合わなかったから。あ、合わなかったからか。わかんないけど、え、あったかもしんないよ。これはちょっと変えとこう。麻酔薬にしよう。よっ、はい。今までお前たちは十分に私の力になってくれたし、助言には従ってきた。しかし子供には手を出さない。フィンクとカムストックには地獄の苦しみを味合わせるが、この子を責めるつもりはない。誤解しないでほしいわ。子供に手を出せとは言っていないし、カムストックの世界を燃やすのがあなただとも言っていないわ。ほう。ある男が言った。ある男が言うわ。山頂にたどり着けたとしても麓の谷に降り立つことはないだろう。つまり私は最後まで生きることが。何が大切かはあなた次第。演じる役か、物語そのものか。あなたを訪ねる人が少女の姿で、そして女として去らねばならない。少女と女を隔てるものは何か分かるわね。
チだ。演じる役か、物語そのものか。どうやって殺人を犯させるのか。他の道を奪えば。選ぶべき道を選ぶわ。ん？あれ、あ、消えた。消えた。え？どういうこと？落ちまーす。よいしょ。俺も彼女の役に立てる。よっ。え？え、聞かないだと？聞かないだと？こっち？はい。うわ。手段を探れという妥協点を探せと。だが自分の子供が街中で血を流して死んでいくのを目の当たりにした父親にどんな妥協点を見出せというのか。そんな父親に対して復讐は無意味だと言えるだろうか。心の奥深くで燃え盛る復讐の炎を私は知っている。知りすぎている。そしていざという時、私は果たして自制できるのだろうか。ん？お？あ、来ません。お、お、動き出した動き出した動き出した。あ、なるほど、スリープ。巨大な時計。どうやらフィンクが指定した時間にだけ特定の場所へ行けるようになる。マジか。いいえ、鍵穴のようなものがあるわ。手動で時間は合わせられますよ。差し込むものを探しましょう。これとりあえずこの中入って。ピンクは手のかかる仕事をさせるのが好きなの。これか。なんか燃やしてる。ロバートは現在の私たちの存在、もしくはその欠如について。これが時計の鍵ね。あ、ロバートは現在の私たちの存在、もしくはその欠如について不満を抱いている。自らの存在の痕跡を残したいという生物学的欲求は強い。そしてそれは不可能なことではない。私たちを再びコロンビアに出現させることはできる。プライベート生活に戻り、新たな生活を作り出す可能性にかけるということ。でも、あ、やべ、酔っ払った。私たちはあの世界ですでに死んでいる。戻れば自らの一部、すなわち私たち自身を放棄することになる。私たちは肉体とそれが継承する全てのものへと帰還する。宇宙の謎は再び謎となる。ん？鍵。これ何なんだろう、ここは。ここは何の部屋だ。
何の部屋だここは。謎だね。やばい、時間が。はい、回しまーす。さあ、ではですね、こちら、目的の場所。ミユシだと、あの東洋人ね、なぜそんな面倒なものをプラスミドの材料にしたのだ。この世に神がいるなら、カモメか牛の腹の中でアダムを作っただろう。無論、私は神などいないことを裏付ける証拠の方を多く目にしているがな。おかげで海中調査のコストがかさみ、事業の利益を圧迫している。おー、ジェレミア・フィンクだ。ではですね、次回、こちらのワークに行きたいと思います。それでは、また次回お会いいたしましょう。じゃあね。